最後のダウンまで緊張していたというのが率直な感想です。まあ、今までまさか一緒のチームでプレーすることができると思っていなかった選手ばかりで、はい、その中でやっていけるっていうことに緊張を感じました。発表を聞いたのは会社の方で、勤務先で聞いたので、それで、まあ、会社の方々に報告という形にもなったんですけど、皆さん大変喜んでくれました。はい、私は銀行員をやっております。まあ、責任感っていうところで、サッカーにも直結しているかなっていう、まあ、ポジション柄そういう責任を負わなければいけないポジションでもありますし、まあ、試合に出たら結果がもちろんなので、そういう面では職場での、まあ、責任感っていうのがプレーにもつながっているかなとは思っています。守備面では体を張った守備、アグレッシブな守備が持ち味で、攻撃面では競り合いの強さというのを一つ持ち味にしているので、もしセットプレーで攻撃参加をすることがあればゴールを狙っていきたいなと思っています。そうですね、もし出場機会をいただけるのであれば、日本のゴールを守るっていう意識を常に持って、なおかつ攻撃の起点にもなれるようなプレーで、勝利に貢献できたらと思っています。